C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はデスります。何をデスるかっていうとですね、C のですね、顧客管理ソフトはハイパーソフトっていうところのソフトを入れておりまして、で、そこでですね、セミナーを年に2回ぐらいやってくれるんですね。でそのセミナーの講師さんっていうのは伊藤豊さんっていう方で、ラポジットカンパニーだっけな、で結構有名な方です。伊藤豊さん本も結構出していますので、見ていただけると、あ、こういう方だなっていうのは大体わかると思うんですが、まあ、データ収集とかにすごく長けてる方で、その方のお話を年に何回か聞くことがあるんですね。でですね、もう6年7年ぐらいかな、毎年年に1回か2回は必ず行ってるセミナーなんですが、そこでですね、伊藤さんの言うことがだんだん変わってきたんですね。でですね、多分なんですけど3年ぐらい前ですかね、3年ぐらい前からそれが事実になって、5年ぐらい前から結構こう警鐘を鳴らしていたんですよ、伊藤豊さんが。でそれは何かというとですね、日本人美容師頑張らなすぎっていうことなんですよね。で、なぜかっていうとですね、多分5年以上前に伊藤豊さんは韓国のですね、そういうセミナーとかに行かれた経験がお持ちなんですよ。それが多分初なんだかなんだか分かんないんですけど、その時にですね、すごい歓迎されたと。で、こういう練習をするとすごく伸びますよっていう練習を全部教えてきて、で、帰国してきたわけですね。そしたらですね、次の月とかからこの練習やりました、あの練習やりましたっていうのがもうじゃんじゃん来るんですって。でそれはね、100時間レッスンっていうレッスンなんですよね。で何100時間レッスンかっていうと、1ヶ月で100時間練習しましょうっていうレッスンなんですよ。100時間練習するのって半端ないですよね。半端ない。だって20日出勤練習するとしたら、2時間練習して40時間でしょ？じゃないですか。2時間ですよ。1日2時間練習して40時間。100時間って、ね、朝晩練習してる人で40時間から50時間しか行かないのに、その2倍練習するっていうことじゃないですか、100時間って。で、どうやってクリアしてるのかなって言ったら、やっぱり定休日を使ったりとか、定休日で10時間伸ばしたりとか、ね、そういうところ、それからお店も協力して、もしちょっと暇な時間、ゲストさんが2人ぐらいしかいないときに、片隅で練習していいよとか、そういったところも協力体制もあって100時間をクリアしてるんですけども、日本人だと、じゃあ100時間やってくださいって言ってもですね、全国でちょろちょろしかいないらしいんですよ。だけど韓国でその話をしたら、そのお店の人全員やっちゃうみたいな。でこれは日本人と全然こうハングリーさというか違うから、日本人やばいですよっていうのを5年ぐらい前に言ってたわけですね。で実際に韓国の方はそうやって一生懸命こうやっていて伸びてきているわけじゃないですか。で実際に韓国のトップの企業っていうのは日本の企業の何倍も売り上げ上げてたりとかするらしいんですね。でですね、3年ぐらい前になってね、あ、いよいよかなっていうようなことを、言って、伊藤先生がね言ってて、でそれなぜかっていうと、韓国からですね、流行が始まってることが多くなってきたと。例えばですけど赤リップとかもそうだし、それからあの男子の、マッシュ系のスタイルですね、あの辺もそうだし、全部韓国からスタートしてる。だからもうもしかしたらアジアンビューティーっていうのは日本って言われてたけども、日本じゃないのかもしれないっていうような、はい、10時です、ことをですね言われていて、あ、なるほどな、なんていうことを思っていたんですけれども、実際に今になって完全にアジアンビューティーは韓国ですよね。でアジアンビューティーは韓国になって日本じゃないっていうのがもう大体皆さんもう分かり始めたと思うんですよね。女性のメイクもそうだし、もうファッションもそうだし、もう日本がもうトップじゃないっていうことがもう分かったと思うんですよ。でね、じゃあどういうふうにしようかっていうのが、日本人は やっぱこれはやばいよって、ちゃんと日本の美容界盛り上げていこうよっていう言ってる人ももちろんいるんでしょうけど、
いますよ、いますけど、それ以上に、大問題だなと思うことがあるんですね。それはね、糸井豊先生も言ってましたけれども、あんだけ韓国が伸びて、韓国の美容師の売り上げがすごくて、アジアンビューティーを韓国がリードしてて、すごいよ美容ブームでっていう風になっていても、言うても日本人の方がまだ上手くないっていう美容師がいるんですよって伊藤豊先生が言うんですよ。なるほどなと思ったんですね。なんか僕もなんかちょっとそういう気が してる、そういう気がする時もある。ちょっとまだ言うても日本人の方がうめんじゃねえみたいな。だけどね、そんなこと大間違いで、韓国の方がねめちゃくちゃうまいですよきっと。だけど日本人の方がいい色作れるでしょとか、まだね思っちゃうんですよね。けどね違うんですよ。それはね、例えばあのなんとか東京っていうお店あるでしょ。でなんとか東京っていうお店をね、例えばですけど、まあ、あのメンズのスタイルが得意な美容師さんとか、それから床屋さんとかが見たら、何あの下手くそなカットとかって言うんですよ。言うんです。でね、いや上手いとか下手とかじゃなくてスタイルの問題でしょって僕は思うんだけど、いや俺の方が刈り上げがうめえとかね、なんか始まるんですよ。そういう問題じゃないじゃんっていうのと結構近いじゃないかなと思うんですよこれって。で韓国がいくら忙しかろうが、韓国がビューティーを発信していようが、言うても下手くそでしょみたいな、俺の方がうまいでしょって同じことじゃない。なんとか東京より俺の方がうまいでしょっていうのと同じことじゃない。もう結構やばいよ、この考えはやばいよ。実際ね、フェードカットとかなんかね、韓国の方めちゃくちゃうまいから、悪いけどめちゃくちゃうまい。確かにね、色とか見るとやっぱ日本人の方が色の知識とかあるかなっていう感じはするけどね。だけどね、ボブとか切ってもうまいし、全然日本人の方が下手だよ、悪いけど。あの全体的に見てたよ。もちろんね、めちゃくちゃうまいのは美容師、あの日本人の方がうまいのかもしれないね。カリスマさんと言われてるトップの人とか、そういう人たちはもちろんうまいよ、そりゃそうだよ、そりゃそうだけど、全体的なレベルで言ったら韓国の方が絶対に上だと思う。だってここのところ正直言うと日本人の美容師だだ下がりでしょ。それってね、やっぱり僕が思うに、業務委託サロンとかでめちゃくちゃ下手くそなうちにデビューする美容師がいっぱいいるからだと思うんですよね。このレベルで OK っていうレベルが低すぎるんですよね。まあ、もちろんいろんな業務委託サロンがあるから、ハイレベルな業務委託サロンも あると思うけど、だってさ、変な話なんだけど、俺だったらそういう風にするよって思うんですよね。だって3年ぐらいかかる美容室、スタイリストなんで3年ぐらいかかる美容室でやってて、2年目ぐらいでカットも練習しててもうできんのにまだデビューできねえみたいな、もうやめてやるよ。だってあそこだったら美容師、スタイリストとしてデビューできんじゃんみたいなところがあったら俺行っちゃうもん、本当に。でそこで行って経験積んだ方がいいやと思うから。だけどね、下手かもしれないけどレベルアップをしなきゃいけないんですよね。だけど日本人レベルアップしないんですよ。それでいいと思っちゃうんですよ。すげえ危ないですよこれ。もう本当にやばいと思う。韓国の方は練習してるから、練習して一生懸命練習してレベルがブワーッとこう上がってるところのこの辺の人は下手かもしれないけど、日本人はブワーッて上がっていかないんですよ。この辺で終わっちゃうんですよ。あ、デビューした、もう終わりみたいな感じなんですよ。経験値だけしか上がらないですよ、レベルは上がらない。技術は上がらなくて経験値だけ上がるだけっていう人がすごく多いですよね。で言うても日本人の方がうまいだろうみたいなことを思ってる美容師がほとんどっていうね、これはまずいよね。自分の技術に危機感とかがないっていう、で自分の方が、まあ、言うてもうまいでしょう、言うても韓国より日本人の方がうまいでしょうって、いやーこれはねほんとやばいと思うよ。特にね、僕が思うにね、まあ、フェードカットに関しては目なんですよね。目が悪い、目が下手くそな人しか見てないから、目が
こうそこボケてるかボケてないかっていうのが気がつかないだけで、目を鍛えるしかないんだけども、それも技術を上げるってことじゃないですか。料理人で言えば、舌を鍛えるってことでしょ。美味しいものを食べて舌を鍛えるってことじゃないですか。いやこれはねやばいよっていうのを皆さんにお伝えしようと思って今日動画撮ってるんですけど、まあ、ちょっと前から改めてきて、これいつか言わなきゃいけないなと思ってたんですけど、まあ、チャンネル登録者が1000人ぐらいなんで、まあ、どのくらい再生回数がいくか分かんないけど、もし皆さんに届けば本当に危機感を持った方がいいし、逆に言うと危機感を持ってる人がこういうビデオというか動画を見てて、危機感を持ってない人は見ないのかもしれないね。だから見てる人は見てて、いや違うよ俺はっつって文句がある人は多分向上してるんだと思う、逆に言うとね。そうじゃない人なんてこんな見ないもんねと思うんですけどね。いや俺はやってるよ、いや違うよ篠崎お前何言ってんだよ違うじゃんって思ってたら、あなたはもう絶対成功してる方だと思う。言われてみて、あそうだよ確かになと思ったら変えればいいし、それも全然思わない人なんかこの動画を見てないって考えるとね、これを見た人はラッキーかもしれないね。ということで今日はね、金曜日レイトデーなんで11時から営業なんで、ちょっと遅いですけども、これから仕事に行ってまいりたいと思います。それではグッドラック。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。